どうも、皆さん、こんにちは。着馬です。本日はですね、ユナイテッド航空がマイレージプラス会員感謝月間ということで、キャンペーンをね、いくつか開始しましたので、本日はこちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、今回ですね、多数のね、キャンペーンが来ておりますので、気になる方はね、ぜひ最後までご覧いただければなと思います。ではね、早速内容に入っていきましょう。まず一つ目なんですけども、ユナイテッド航空のグアム・サイパン便最大 20% 割引キャンペーンということで、こちらね、プロモーションコードを入れるとね、安く、こちらの路線が現金決済だとね、安くなるっていうキャンペーンなんですけども、こちらのキャンペーンに関してはですね、ちょっとね、残念ながら優勝価格ね、見てきたんですけども、往復でエコノミークラスでだいたい6万円ぐらいなんですよね。ですけども、このグアムとかね、使用マイル数がね結構少なくて、東京グアムとかねエコノミークラスね片道1万5000マイルとかで行けちゃうんですよね。ですので、まあ往復でもね3万マイルとかで行けちゃいますので、まあそこに6万円っていうのはですね、まあちょっとね、20% オフということで、まあ少しはね、安くなっているわけなんですけれども、まあお得かっていうとね、まあそこまでではないのかななんていうふうに思いますので、まあ公式サイトね、概要欄に載せておきますので、まあ気になる方はぜひね、チェックしていただければなっていう感じですかね。それでは次にですね、ユナイテッド航空マイレージプラスのクレジット会員様限定にはね、こちらになってしまうんですけれども、マイレージプラスショッピングでボーナスマイルキャンペーンということで、こちらね、2023年の5月1日から2023年6月2日までっていう風になっておりまして、こちらね、ユナイテッド航空のマイレージプラスのショッピングで、こちらボーナスマイルがね、もらえるっていうキャンペーンなんですよね。で、これはね、何なのかっていう話なんですけども、こちらはですね、ユナイテッド航空が、まあ、運営しているポイントサイトみたいな感じで、まあ、こちらを経由してですね、こういった形で楽天とかね、利用していただくと、こちら1000円につきね、最高6マイルがね、もらえるみたいな、まあ、こういったね、サイトなんですよね。まあ、こちらの存在自体をですね、知らない方も結構いらっしゃると思うんですけども、まあ、ANA とかでもね、ありますよね。まあ、こういった感じで、こちらのサイトね、経由していただいてショッピングしていただくと、マイルがもらえるっていうキャンペーンですね。で、これがですね、カード会員限定でですね、ボーナスマイルキャンペーンということで、30% 増量でね、利用することができます。こちらの期間が2023年の5月の1日から6月の2日までっていった形になります。で、こちらね、楽天市場であれば、1000円に対してね、6マイルがね、もらえるということで、まあ、還元率にするとね、0.6% 還元になるわけなんですけども、まあ、こちら対象カードを持っているとさらに 30% 増量ということで、こちらね、0.6 に 30% 増量になると思いますので、まあカードのね、ポイントとは別に 0.78% 還元でね、まあこの楽天市場であれば、まあ利用することができるっていう風になりますんで、まあユナイテッド航空のね、マイルをずっと貯めていて、まあこういったね、楽天とかね、そういったサービスでも、このユナイテッド航空のマイルを貯められたいっていう方は、まあこちらね、経由していただくで、マイルもらえるっていう風になりますんで、気になる方はですね、概要欄にこちらも載せておきますので、ぜひね、チェックしてください。こちらね、ユナイテッド航空マイレージプラスのクレジットカード会員様限定っていう風になりますんで、対象カードが、ユナイテッド航空マイレージプラスの UC カード、MUFG カード、JCB カード、まあ、こちらがね、対象っていう風になりますんで、この点はね、注意してください。このマイレージショッピングジャパンっていうもの自体はですね、誰でも利用することができるんですけども、まあ、今回のね、30% 増量に関しては、カード会員様限定っていった形になります。それでは次ですね、マイルを使うね、キャンペーンということで、こちらね、結構いいのではないのかななんていうふうに思うんですけども、マイレージプラスエクスクルーシブインロサンゼルスということで、2023年の6月26日月曜日出発限定、アナハイムロサンゼルスの特別試合を特別席で観戦ということで、こちらね、ユナイテッド航空のマイルを利用したオークション形式でイベントにね、参加することができるって言った形になるんですよね。もちろんね、オークションっていう風になりますんで、落札できるかどうかっていうのは、まあこれのね、まあ人気次第。まあでもね、正直、こちらユナイテッド航空のマイルを使った、まあオークションなんですけども、これね、そんなに知名度ないと思うんで、エントリーすれば取れるんじゃないかななんていう風に思ってるんですけども、まあそんなにね、適当なこと言ったらあれかもしれないんで、まあ一応ね、ユナイテッド航空のマイルを使った、オークションって言った形で、ロサンゼルス、アナハイムで行われる、エンゼルスのね、試合を特別席で観戦できるチケットということで、これね、すごいことにですね、飛行機の往復のチケットで、観戦のチケット、またね、
JW マリオットアナハイムリゾートホテルの3泊の宿泊券、またね、大谷選手が所属するエンゼルスの観戦チケット2日間、またね、空港からホテルの送迎、ホテルから野球場の送迎、これがですね、一組2名様セットでこちらオークションでね、参加することができるっていった形になるんですよね。で、こちらもちろんね、オークションっていう風になりますんで、今現在の、別途価格っていうのが先ほど確認するとね、18万マイルっていう風になりますんで、まあこれ一組2名様っていう風になりますんで、まあ一人ね、9万マイルで、こちらね、参加することができるって言った形になるんですよね。まあ、一人9万マイルで飛行機の往復、また JW マリオットアナハイムリゾートホテル3泊で、試合の観戦チケット2日間で、ホテルの送迎、野球場の送迎。このね、全部がついて、これが一人9万マイルでベットできるっていうのはね、かなり面白いのではないのかな、なんていうふうに思うんですよね。で、またね、このエンゼルスの観戦チケットなんですけども、このエンゼルスのスタジアムって一応ね、スイートルームっていうのを観戦する予定って書いてあるんですよね。で、このスイートルームっていうのは、まあ個室のね、部屋がね、このエンゼルスのスタジアムにあるみたいで、これね、ちょっとちゃちゃっと確認したんですけども、結構ね、良さそうなので、普通の席で観戦するとはまた、スイートルームで利用することができるっていう風になりますんで、これはいいですよね。で、またね、試合前のバッティングプラクティス見学ツアーっていうのにも、まあ、参加を予定しているということで、これね、試合自体は2日間のね、観戦チケットが含まれているみたいなんですけども、こちら両日ともね、この見学ツアープラクティスっていうことなんで、練習見学ツアーですよね。ですんで、これ、大谷さんって、登板する日はね、5日に1回ぐらいで、まあ、見れるかどうかって、まあ、タイミングによるんですけども、打席にはね、ほとんど立ってると思いますので、おそらく大谷さんのことね、生で見れるんじゃないかな、なんていうふうに思いますんで、これはね、かなりいいんじゃないかな、なんていうふうに思うんですよね。私もね、ちょっとゴールデンウィークでロサンゼルス行ってきましたので、まあちょっとね、本当はね、この観戦したかったんですけども、ちょっとね、息子の体力とかね、まだ5歳なんでね、あんまちょっと考慮して、今回エンゼルスの観戦は入れなかったんですけども、このキャンペーンね、かなりいいのではないのかな、なんていうふうに思うんですよね。詳細はね、公式サイトにこういった形に書いてありまして、羽田発ロサンゼルスの行きの往復の航空券で、こちらはエコノミークラスですね。で、こちらね、今紹介しているのはエコノミークラスなんですけども、まあ、プレミアプラスっていうね、ちょっとエコノミークラスでも、ANA とかでいう非常口座席、ここら辺のもありますし、まあ、ポラリスビジネスっていうね、本当にフルフラットになるね、シートのビジネスクラスとかも一応あります。もちろん必要マイル数はね、上がりますので、必要マイル数でね、見ていただければなと思うんですけども、まあ、こちらね、利用することができます。で、出発日が6月の26日月曜日、限定っていう風になっておりまして、帰ってくるのが6月の29日ロサンゼルス発、30日羽田着ということで、こちらが航空券ですね。で、JW マリオットアナハイムリゾートホテルのこちら3泊ということで、これもいいですよね。JW マリオットですからね。で、これね、比較してるのは HIS なんで、まあおそらくね、ステータスとか多分使えないと思うんですけども、まあもしかしたらワンチャンマリオットだったらね、まああるかもしれないですね。ちょっとこれはね、わからない部分ではあります。で、空港からホテルで、またね、野球場ホテルのね、こちら片道のトランスファー、まあ混載でね、利用することができるっていう風になっておりますんで、この野球場からホテルは片道しかついてないんですよね。ここだけちょっと要注意ですね。ですんで、ウーバーとかになるのかな？もしくはめちゃくちゃ近いとか、まあそういうのかもしれないですけども、まあこういった形になります。で、エンゼルスのチケットが、まあ2日間、計4枚ということで、6月の27日と6月の28日ですね。で、スイートでの観戦を予定しているということで、またね、バッティングプラスティック見学ツアーの参加を予定してますということで、ここら辺はね、ちょっと変更あるみたいなんですけども、到着日の6月26日には、ユナイテッド航空主催のウェルカムレセプションだったり、スペシャルギフトとかもね、あるそうですので、これね、結構いいのではないのかな、なんていうふうに思いますんで、ユナイテッド航空のね、マイルかなり持っている方はですね、ぜひね、参加してみていただければな、なんていうふうに思うんですよね。ちょっと私もね、ロサンゼルスにゴールデンウィークに行ってなかったら、ちょっとね、考えたくなるぐらい、これめちゃくちゃ内容としてはね、いいですよね。はい、これ一人分だったらね、ちょっとあれだなと思ってたんですけども、
こちらね、2名分でこのマイルで利用することができるっていう風になりますんで、まあ、気になる方はね、ぜひね、チェックしていただければなと思います。まあこういったね、この、今回ユナイテッド航空のマイルで、落札みたいな。まあこういったのはですね、ヒルトンとかマリオットとかね、まあこういったのでも結構こういう、落札系のね、キャンペーンっていうのは、まあこれ常設で多分やってると思うんですけども、まあこういうのね、やっているんで、まあ気になる方はですね、概要欄に載せておきますんで、ヒルトンもありますし、マリオットもありますんでね、ぜひ気になる方はチェックしてみていただければなと思います。ユナイテッド航空もね、今回このキャンペーン、紹介させていただいておりますけども、これ以外のね、やつもあるっていう風になりますんで、そちらもね、概要欄に載せておきます。それでは次にですね、日本の東京ですね、ハッピーアワービズユナイテッドウィーアーバックっていうね、アメリカンクラフトビールを楽しみながら次の米国旅行を思いを馳せるひとときということで、東京都内でですね、こちらね、イベントがね、行われるということで、こちら800マイルですね、このイベントにね、参加することができて、期間がですね、5月の28日の日曜日の11時から15時で、またね、5月の29日の17時から21時ということで、こちら東京のね、アンテナアメリカ東京店、東京都中央区八重洲 2-1、八重洲地下街 B1 のところで、アンテナアメリカ東京店っていうところで、こちらね、ユナイテッド航空のね、イベントが、まあ、イベント、うん、ビールを楽しむイベントがね、行われるっていった形になりまして、必要マイル数は800マイルということで、こちらね、事前予約必須になっておりますんで、こちらね、ぜひ都内に住まわれている方で、時間ある方はね、ぜひ行ってみていただければなと思います。募集人数は150名ということで、800マイルかかるんですけども、アメリカのクラフトビールがね、2本無料でね、利用することができたり、またね、クラフトビアプレッツェル、またマイレージプラスロゴ入りランチバッグ、あと税金等々もね含まれているということで、こちらねいいですよね。またはマイレージプラスのクレジットカードね保有されている方はプレゼントとかもねこちらもらえるっていう風になりますんで、ぜひねこちらクレジットカード持たれている方は持っていくのをね忘れずに、していただければなと思います。この2本のねビールもらえるみたいなんですけども、持ち帰りとかもね、OK みたいなんで、まあ行ってね、ちゃちゃっともらって帰るぐらいでも、まあ800マイルでビール2本なんで、まあ、お得かどうかって言われると微妙なところですけども、まあランチ、マイレージプラスのね、ロゴ入りのランチバッグとかね、こういったものはね、もらえるのであれば、まあちょっとね、面白いのではないのかなと思います。またね、ユナイテッド航空ロゴ入りの豪華商品が当たる抽選会も実施されるということで、近くに住んでいる方ね、いらっしゃいましたら、こちらね、ぜひ概要欄にこちらも載せておきますんで、チェックね、していただければなと思います。ということで今回ですね、ユナイテッド航空マイレージプラスの感謝月間ということで解説ねさせていただいたわけなんですけども、まあ今回紹介させていただいた以外にもですね、キャンペーンはあるんですけども、このねマイルを使ったオークション形式のねこのロサンゼルスのやつはかなりいいですよね。ちょっと今回ねエコノミークラスで紹介させていただいて18万マイル2人でね18万マイルですけども、これがプレミアムエコノミークラスだと25万マイルですね。で、ビジネスクラスだと32万マイルですね。まあビジネスクラスはね、本当にフルフラットでめちゃめちゃ楽に行けると思うんで、まあでも32万マイルですからね。一人16万マイルなんてなかなかですよね。はい。で、プレミアムエコノミーに関しても12万5000マイル。私さっきね、非常口座席って言ったと思うんですけども、そこじゃないですね。プレエコですね、完全に。はい、失礼いたしました。ですんで、ちょっと座席がね、広い、クラスですね。ここだと25万マイルなんで、まあ、1人12万5000マイル。まあ、エコノミークラスより1人3万5000マイルぐらい高いのかなっていう感じですね。まあ、私個人的にはね、エコノミークラスでも、全然いいんじゃないかななんていうふうに思うんですけども、まあフライトがね、行き11時間、帰り11時間10分とか、まあそのぐらいだったと思いますんで、まあちょっとね、私は飛行機乗るのが結構好きなんであれなんですけども、エコノミークラス10時間きついとかね、まあ思う方はちょっとね、厳しいかもしれないんですけども、まあ内容としてはね、かなりいいかななんていうふうに思いますので、気になる方はですね、ぜひね、チェックしていただければなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた、次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。